まあ、パッと見ドキドキするような、まずはエクステリアからドキドキするようなものを作りたいなと思いました。バンパーの下から、フェンダーサイド のリアコンビまで抜けてるんですけども、それにこう付随する面っていうのはすごいこう表情が変わってるわけですよ。それをこうかっちり作ることでクオリティを表現したいなというのが一番の意図ですね。インテリアはやっぱりメインのソフトパッド の塊があるんですけども、それをこうギリギリまで長くすることで横の広がり感表現してます。ドアを開けて座ってですね、こう触って感じてもらえれば、そのクオリティ感感じてもらえるんじゃないかなと思います。スズキ Way of Life。